ジャンルがいわ、グシップの原著作者である。彼は、インフォ ZIP のポータブルアーカイバにおける圧縮コードを作成し、フクシップアーカイバと互換性のある MSDOS 用のツールを作成した。彼は、マーク・アドラーと共同で、ザリブ圧縮ライブラリーを作り上げた。彼は、マーク・ネルソンのザ・データ・コンプレッション・ブックにおける、フラクタル画像圧縮の章を執筆している。 1990年から1995年にかけて彼はコリソスマイクロカーネルのリアルタイム実行性を設計していた。1999年から2001年にかけては彼はマンドレイクソフトの最高技術責任者を務めた。2006年10月からは彼はグーグルに技術先導マネージャーとして勤務している。2009年には マーク・アドラーと共にザリブアルゴリズム開発の功績を称えられ、ユズニックスソフトウェアツールズユーザーグループアワードを受賞している。彼は現在コンピュータセキュリティ分野と以後に興味を持っている。ありがとうございます。